それでは石川選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。まあ、普通に悔しいですね。あのうん、ちょっと早すぎてなんか何がなんだか分かんなかったっていうのが今のあの心境ですね。え対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか。 うーんまあ予想通りだったんですけど、その、まあ作戦があって、その作戦通りに行けない、えー、ぐらいの、えー、っとなんだろう、距離感だったり、その自分の攻撃があ当たらなかったりとか、えー、まあ距離ですね、距離が思ったより遠かったっていうのがありますね。はい今回 えー、初めての「ジンのリング」でしたが、はいえー、そちらはどんな印象でしたかいやもうあのそうですね、えーまあ、その大会までのすべ、えーまあ、てのことがやっぱ今までの大会とはちょっと違ってあのスケールが大きいなと思ってで会場も1万5千人っ人という入るこの大きな会場というのは初めてだったので。 すごいテンション上がったんですけど、まあ、そのリング上がっちゃえばもういつも通り動けるっていうのは思ってたんですけどうそうですね、はい、またぜひ呼んでいただきたいなと思ってます試合を終えたばかりですが今後の展望というのは教えていただけますかちょっとあの連,敗連敗なんでうんもう本当に次こそ勝ちにこだわってまずは勝ちたいと。 思ってます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いします。英語が得意の熊川です。えっと、先ほどあの一番最初に、その早くて何がなんだか分からなかったとおっしゃったんですけど。それは、あの、七川選手のスピードが速かったのは、それとも、こう展開的に速かったのかっていう。 あのまあ、展開スピードはまあ,ある程度予想しててで、最初のダウン、最初のダウン、ちょっとあの今記憶が曖昧なんですけど、最初のダウンの時も、確か見えてて、見えてたんですけど倒れて、倒れてすぐ起き上がって、これ全然いける。あれ、今倒れたのかなぐらいな感覚で、で、まあ、立ってみたら思ったより以上に足に来てて、でそっか。 そこか,か,、ね、から何が何だか分かんなかったっていうかあのうんダウンの影響なのか分かんないですけどまあとりあえず早かった早かった、うん、早かったな予想してたんでえー、っと思ったよりやっぱ距離が遠くて、えー、自分の作戦が、うん、ずれちゃったっていう感じですかねはい。 あの肘はあのおそらく相当警戒してたと思うんですけども、はいはい、それをもらってしまったのはなぜだと思うん,ですかう,ーんうまく多分その右,手右手でその肘相手の左手の肘を打てないように右手で押さえてたはずなんですけど最初の最初のダウンですねでもその自分の右手を多分思いっきり押さえられて下に下げられて食らっちゃったんだと思うだから見,て見えてたんですけどその後は 覚えてないですね。二回目、三回倒れたんでしたっけ？二回目三回目は覚えてないです。ただそのあのローだったりとかパンチとだったりとかがあの痛いなとは思わなかったんです。だから肘だけですね。本当に。はい。まあこっからこうどういうふうに巻き返していきたいなと今は思ってますか。まずやっぱ勝たないといけないので。うそうですね。 また本当に気持ち作ってやっていかないといけない状況になっていると思うので、はい、ありがとうございます。ますありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それでは石川選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。